公共曲第4番、公共曲第4番補単調作品98は、第3公共曲完成の翌年1884年から1885年にかけて、ヨハネス・ブラームスが作曲した最後の公共曲、第2楽章で、フリギア戦法を用い、修楽章には、バロック時代の変装曲形式であるシャコンルを用いるなど、技古的な手法を多用している。 このことから発表当初から怪獣さや技法が複雑すぎることなどが批判的に指摘されたが現在では古い様式に独創性とローマン性を盛り込んだ演熟した作品としての評価がなされており4曲の公共曲の中でもブラームスらしさという点では筆頭に挙げられる曲であるブラームス自身は自作で一番好きな曲最高傑作と述べている 演奏時間約40分。1882年1月、ブラームスは友人であり指揮者のハンス・フォン・ビューローに、ヨハン・ゼ・バスティアン・バッハのカンタータ第150番、主よ、我、何時は奥の望む、ナッシュダー、ヘア、フェア・ロングット・ミッヒ、BWV-150 の終曲、我が苦しみの日々を、マイネタ・ゲイン・デム・レイジ、四小説のバス主題に基づくシャコンルを示し、 この主題に基づく公共曲の楽勝はどうだろう。もっともこのままではごつすぎるので手を加えなければならないだろうがと述べたという。このことは第3公共曲の作曲前からすでに第4公共曲の修学賞の構想が芽生えていたことを示している。ブラームスがシャコンヌの手法を還元楽作品に使った経験はハイドンの主題による変装曲。 1873年の終局に、その例があった。1884年、51歳のブラームスは、ウィーン南西にあるミルツ,ツーシュラークで夏を過ごし、そこで第四公共局の作曲に取り掛かった。この年には、前半の2楽章を完成させ、翌1885年に、残りの2楽章を完成させている。1885年9月、 ブラームスのピアノの弟子であり、良い相談相手でもあった、エリーザベト・フォン・ヘルツォン・ゲンベルクに第一楽章の楽譜を送って意見を交うた。ヘルツォン・ゲンベルク夫人は、その返事で、作品の深みや統一性を称えつつ、一般の善良な聴衆の耳よりも、分析的な専門家の目に訴えるのではないかと、技法が複雑すぎることへの懸念を示した。同年10月8日、 ブラームスは初演に先立ちウィーンで友人たちを招きイグナーツ・ブリュルと共にこの曲の2台のピアノ編曲版を弾いて支援した。ブリュルとの支援会は第2公共曲以来の恒例となっていた。電気作家のマックス・カルベックによると第一楽章終了時には気まずい沈黙があたりを覆ったというエドアルト・ハンスリックやハンスリヒターラの反応は賛否両論で カルベックに至っては、後半の二楽章を違うものに書き直してはどうかと提案したという。初演後の1886年2月には、ヨーゼフ・ヨア・ヒムが曲の冒頭部分を改訂するように進め、その時はブラームスも同意して四小節の短い導入部を書いた。しかし、後日これはブラームスが抹消し、当初の構想は変えられなかった。 1885年10月25日、ブラームス自身の式、ン人間宮廷管弦楽団によって初演された。初演では、各楽章ごとに長い拍手が起こり、第三楽章はその場で、直ちにアンコールされ、全曲終了後は、ニン間校、ゲオルク二世の求めに応じて第一楽章と、第三楽章を、もう一度演奏したという。翌週には、 ハンスフォン・ビューローの式でも演奏された。ブラームスは11月からの同学団の演奏旅行でドイツとオランダの各都市を回って演奏した。ブラームスの友人たちも戸惑ったように一見してわかる手法の古めかしさについては後ろ向きの態度ととる批判者もあった。当時ワーグナー派でブラームス批判の先頭に立っていた風合ーーボルフはこの公共曲について ブラームスの創作活動が逮捕している現れとし、無内容、空虚、偽善などと酷評している。グスタフ・マーラーもこの曲を、空っぽな音のさじきと呼んだ。一方で、ブラームスを擁護していたファンスリックは、ウィーン書演後の批評で、その魅力は万人向きではないと言って留保しつつ、その独創性を称え、第四楽章については、フィナーレは、暗い泉のようなものだ。 長く見入れば見入るほど、星の光は明るく輝き映えると評価している。また、当時ビューローの助手をしていた若きリヒャルト・シュトラウスは、初演前日の1885年10月24日に、父親への手紙に間違いなく巨人のような作品です。とてつもない学層、そして想像力、形式の扱いや長編としての構造は、まさに天才的と書いている。シュトラウスは、 初演の際にトライアングルを担当したという。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、3個、トライアングル、弦5部。ホタンチョウ、2、2拍子、ソナタ形式。バイオリンが休符を挟んでキレキレに歌う、第一主題によって開始される。 この主題は3度下降の連続、その後6度上昇の連続という動機から成り立ち、哀絶な表情を称えている。最初の8音は3度の下降分散和音に還元できる。それが、露ン調を SE して、ロマンチックな緊張感を帯びていくと、突如、感覚器の3連音を含む、古色味のある楽区によって断ち切られる。この楽区がこの後、第1主題と並んで重要な動機となり、 続いて歌われるチェロとホルンによるロタン調の印象的な旋律も、これを第二主題と見る解釈もあるが、ここでは計画とするすぐこの三連音の動機へと移行する。木管と弦が緊張を解くように掛け合うと、木管がやはり三連音を使った滑らかな第二主題をロ調調で出し、小結尾は三連音の動機で外科を上げる。提示部は、 四つの公共曲中ただ一つ繰り返されない。そのためか、展開部は第一主題が原型のままで始まる。展開部で最初に扱われるのは第一主題だが、やがて三連音同期も加わる。遠いティンパニロールの轟きを伴って、木簡によって、サビ主に第一主題冒頭が再現されるが、第一主題9音目から、提示部と同じ姿に戻り、その後は、 土丹町への転調もなく、土丹町から、補町町へと型通り進む。しかし小結尾では三連音の動機を繰り返しながら、再び悲劇的な高まりを強め、第一主題のカノン風強そうを迎えて、コーダに入る。コーダは、ほぼ第一主題提示部の競争変装の形で、そのまま悲劇的に集結する。終始は、サブドミナント、コからとにか、愛に移行する。 プラガル修士を採用している。補聴長六、八拍子。展開部を書いたそなた形式。ホルン、そして木管が金の音を模したような動機を吹く。これは、保音を中心とするフリギア戦法である。弦がピチカートを刻む上に、この動機に基づく第一主題が木管で奏される。これも聞き手に古びた印象を与える。 バイオリンが第一主題を変装すると、三連音の動機で一旦盛り上がり、静まったところで、チェロが、ロ長長の第二主題を歌う。単純明快な旋律だが、弦の各パートが対位法的に絡み、非常に美しい。再現部は、より劇的に変化し、第二主題の再現は、八セ部、第一、第二バイオリンと、ビオラがディビジするに分かれた。 弦楽合奏による重厚なものとなる。最後に、フリギア戦法によるホルン主題が帰ってきて締めくくられる。波長長。に、四拍子。そなた形式。過去三曲の公共曲の第三楽章で、ブラームスは感想曲風の比較的穏やかな音楽を用いてきたが、第四番では初めてスケルツォ的な楽章とした。ただし、 三拍子系が多い通常のスケルツォと異なり、二、四拍子である。冒頭、第一主題が豪快に奏される。一連の動機が次々に示され、快活だが世話しない印象もある。バイオリンによる第二主題は、都長長、やや落ち着いた表情のもの。展開部では、第一主題を扱い、トライアングルが活躍する。ホルンが、A 長でこの主題を変し、 穏やかになるが、突如、第一主題の途中から回帰して、再現部となる。コーダでは、ティンパニーのレンダーの中を、各楽器が第一主題の動機を掛け合い、大きな振幅で最高潮に達する。歩短調。三、四拍子。バスの普遍主題の上に、自由に和音と旋律を重ねる、シャコンヌ、一種の変装曲。管楽器で提示される。 このシャコンヌ主題は8小節で、先に述べた通り、バッハのカンタータから着想されたと言われる。学章全体はこの主題と30の変装及び、こうだからなる。解釈上いくつかの区分けが考えられるが、ここでは30の変装を、そなた形式に当てはめた解釈によって記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。